缶を曲げて作るために缶の中に鉛を詰めていきます。そのために鉛を溶かす鍋を用意しています。お鍋は100円ショップで買ったステンレス製の取っ手付きのボウルです。今回は鉛ではなくもっと低温で溶けるハンダを使います。ハンダ、溶けたハンダが鍋につかないようにトノコを水で溶かして塗ります。火にかけて乾かしているところ。